愛知県岡崎市の JA 愛知三河本店で今日いちごの品評会が行われました。今年は紅ほっぺ65点、とちおとめ8点が出品され、色や形、糖度などの審査の結果、山本博光さんの紅ほっぺが愛知県知事賞を受賞しました。また大きさやインパクトなどを競うデカほっぺグランプリも開催され、平均の3倍近い重さ114グラムの紅ほっぺなどがグランプリに選ばれました。